去年1年で新たに成人に達した人口が2年ぶりの増加です。総務省が発表した人口推計によりますと、2018年の1年間に20歳を迎えた新成人は125万人で、前の年に比べて2万人多く、2年ぶりに増加となりました。一方で、推計を開始して以降ピークだった1970年の246万人からは半数程度にとどまり、総人口1億2632万人に占める割合も9年連続で 1% を下回っています。また、今年の干支、亥年生まれの年男、年女は1055万人で、男性は512万人、女性は543万人と、女性が31万人多くなっています。